その名前ももうスカイサイクルと、ということで。これがかなり怖いということで、ユーチューバーさんがね、結構、来るということで。はい、失礼します。ワシューザンハイランドということにやってきました。まあ、ワシューザンハイランドといえばもう絶叫マシーンがね、多いと。だよね。あります。絶叫ばっかだよね。あります、あります。12個ほどのアトラクションがあるんですよね。でもこれほとんどがもう絶叫です、はい、でもその中でもひときわ絶叫と、もう自分の足で進んでいくような絶叫、怖い、ありますね。その名前ももうスカイサイクルということで、空の上のなんか自転車名前はね、そんな怖くないですけどね、はい、でもこれがかなり怖いということで、はい、YouTuber さんがね、結構、来るかよ、来るか、行ってみようかなと、うん、はい。もうね、季節も涼しい時間、季節になって、もう秋ですか、秋ですね、本当に。祭り祭りわっしょい、ね、秋祭りと言わっしょいますね。もうこのね、瀬戸橋を見ながら、めちゃめちゃこれはあれじゃないですか、本当に絶景、絶景じゃないですか、本当に。ちょっと今日はね、このスカイサイクルどうかなと。大丈夫、いける、僕いけますね、はい、130の子はそうですね、あ、ダメだ。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、失礼します。いってらっしゃいです。さっきね、ベルトそうですね、ベルトなかったらちょっとこれ怖いかもしれないですね、これ、ね、ちょっと皆さんにちょっとね、あ、外の感じがわかりますかね、もう下もうカゴありますか。まだ多分ここは怖くねえと思う。まだ全然。そう、まあ、だからそのかなんていうの、構え方がなんか人力車の人みたいな。これしか。だって歩く。そう。いますもんね、こういう人。うん。結
ここも結構やばいね、これ今日行きますか。やばいですね。カメラ落とさないように。そうですね。これ誰か運転してくれてすごい楽よ。本当ですか、うん、もう人力車、うん、あー来ました、問題の問題のところだね。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と福士健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ国士と武田の土曜番長の中で、第4土曜日第5土曜日には DJ ゲイルさんの DJ 番長を放送しています。福士さん何してるんですか今。詳しくはDJ 番長聞いてください。チェケラー、チェケラー聞いてね。チェケラー、失礼しました。めっちゃかっこいいっす。よろしくお願いします。では引き続き番組楽しんでください。チェケラー。はい、行きましょう。ゆっくり。はい、ゴー。うわー、高っ。怖いっすね。はい、ゴー。行きますよ。はい、というわけで、はい、どうでした。いや、もうなんかね、何回か乗ったことあるんですけど、やはりちょっとね、これが一番怖いのじゃないか。あの多分外側だよね、あの、そうですね、終わり頃のね。でも落ちたらもうね、とんでもない。でも初めあのシードベルトなしだったんで、びっくりしたんですよ。ちょっと多分このねカメラ持ってたんで、あの、あ、確かにちょっとびっくりした。なるほど。はい、というわけで今日はこんな感じで。そんな感じで。でもまあまあ怖いな。怖いですね。自分の力で動くから怖いな、はいはい、多分これが多分もっと怖いよりもできると思うんですよ。すごい声でバーってしたら多分外れてみたいなぐらいな、遠心力とかかかるんで。うん、そうだよね。次バーっていったら本当危ないんですけど、うん、多分僕らは普通に声出たんで大丈夫だったんですけど、でも結構やっぱカップルとかでやっぱね、そうだね、撮る人とかも多いんで、まあ、周りの迷惑にならないようにね。そうだね。良い子の良い子の皆さん安全運転。安全運転で。はい、今日はこんな感じで。そうですね。終わろうかと思います。はい、というわけで終わりましょう。ありがとうございます。はい、ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン。
チャンネル登録もよろしく。